よう。そう、最終日なの。最終日よ。ありがとう、 I love you。 ありがとう。ありがとう、くまさん。朝メイクします。ありがとう、ハートありがとう、バラもありがとう。ハートありがとう。おはようございます。100キラお届けありがとう。だって朝だからさ、ありがとう、ケイトさん、ありがとう、タワー、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとう。ペン、ペンじゃない、ありがとう。ありがとうね、嬉しい。ありがとう。え、うそ、え、7位いったの、嬉しい。嘘じゃないよね。6位はちょっと結構あれだけど、でも7位いけたこと嬉しいよ。ありがとう、ケイトさん、ありがとう。ありがとう。
とうございます。わかりづらいけどごめんなさい。ありがとう、たまりが。バラありがとう、またありがとう。付箋とっても増えました。もうこの1週間でこんなにたくさんの方が投げてくださって本当に嬉しいです。みんなありがとう、ありがとう。びっくりしたんだけど。わあ、おはようございます、あとありがとう。いや、お肌は綺麗じゃないよ。近くで見たらね、ボロボロだよ。おはよう。逆にその考え、ね、ありがとう。うーん、恥ずかしいじゃないか。でも私3ヶ月前か3ヶ月前か4ヶ月前ね、めっちゃ肌が乾燥してたんですよ。なんていうのかな、なんかもうボロボロって感じ。だからこんなになんか、だから今日焼け止め塗ってたんだけど、こうやってもうやるだけで皮がもううじゃうじゃ出てきたりして、本当に大変でした。だけどちゃんと毎日薬塗って治しました。もうなんか化粧できない。本当に良かった、治って。私パックやってない。本当にお風呂上がりは、お風呂上がりはさっき言った薬とあと乳液塗ってるだけ。
カビゴンのね、確かに忘れてた。そういえばカビゴンのパックやってからハマったって言って買ってない。だってなんかどこにもないんだよね、なんかネットしか売ってない。困っちゃうわ。ありがとうね。意外と貴重だったね。私普通に使っちゃったけど意外とどこにも売ってない。流れ星。わ、ありがとう、流れ星たくさんありがとう。朝起きて顔洗ったらさ、顔に跡がついてて、何の跡だって思ったら多分タオル枕の上にタオルを敷いて寝ているので、タオルの跡ですね。おはようございます。今日は5時45分、本当にさっき。いっか。ありがとう、だるまさん。と流れ星とペンライトとレインボースター、ありがとう、ありがとう、バラもありがとう。今日は1時間で終わりにします。7時までです。メイクをしましょう。それではメイクをしましょう。夜の2時間は何か企画は決まってないんですけど、まあまあって感じ。って感じで。バラありがとう。やばいね、目がかゆい。
あおちゃんのいいところ紹介。お気に入りの一枚ザファイナルレインボースターありがとう。あくびをした時の喉の開け方が一番いいらしい。歌う時に一番声が出るんだって。で、だからさっきさ、うわーとか言ってごめんなさいね。ありがとうハート。ありがとう初見さん。うん、ありがとう。あよわ、今日うまくいかない気がしてきた。まつげちゃん、なんかな、納得がいきません。今日のまつげは不機嫌です。
です。レインボースターありがとう。こっちのまつげはね、いつもね、なんていうのかな、なんか量が少なくてめっちゃこれはしやすいんだけど、でも量が少ないのがちょっと嫌だ。ティッシュ。鼻水が。ビューラーはね、貸せません。ビューラーはあんまり貸しちゃいけないんだ。塗ったっけ？あ、塗った塗った記憶がなくなっちゃった。なんかもう一回マジでやりやすい。こっちの目、左目、やりやすすぎる。わあ、めっちゃ綺麗。左目めっちゃ綺麗なんだけども、もう。まとまってるよね。フォトビューラーある。フォトビューラーでやった方がいいのかな。あ、やだ、外れちゃった。じゃあ一応温めておきます。お母さん今何時？27分か。メイク終わらない。
初見さんありがとう。涙袋かゆい。4分焼き、なんかこれも色出ないんだけど、どういうことですかね。すごい、まあちょっと良くなった。あー頭かゆい、かゆい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 。あと何をやればいいのかわからない。おはよう、ありがとう。
室。オッケーオッケー、よいしょ。つない。朝だけどさ、なんかちょっと歌おうかな。どうしよう。じゃあ歌います。ああ会えないね。チクチク。オッケーオッケーオッケー、やった。オッケーオッケーオッケー、歌います。ぷっ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 、酒さんありがとう。あー、世界はどこまで青空なんだろう。ここから地平の彼方に目を染めた。ああ、どこかで誰かが泣いてはいないか。ああ、日差しがこのまま続けばいい。晴れていてほしい、澄み切ってほしい。悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる。ああ、突然予期せぬ嵐が来たって。あなたは絶望をなんかしてはいけない。待っていてほしい、見上げててほしい。この空は立ち直ってゆく。太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光輝く。だけの真実、恋人という星を見ているか。新しい明日の兆しを、全てを真っ暗にしてから、みんなでやり直そうぜ。
界はどこまで青空なんだろう。あーここから果てまでまさをならいいのに、微笑んでほしい、泣かないでほしい、幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望だ。僕たちは叫び続けよう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いい曲ですね。ありがとう、流れ星、レインボースターもありがとう。おー、よかったよかった。あ、無理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 。よいしょ。こんなに長くなくていいのに。おはよう。ごめんなさい、私がなんかいじっちゃった、ごめんね、申し訳ない。朝から、あ、まだ時間大丈夫かな。多分大丈夫だとは思ってるんだけれども、ありがとう、ハートありがとう。42分ありがとう。大丈夫だ。
タッタッタ。どこまで行けば夜明けが見える、この闇の中で汽車を待つステーション、思い出だけじゃ生きていけない、明日のために愛を探しに行こう、心の羽羽ばたくこと、過ぎてく時感じないまま大人になるものか、僕たちはずっと夢を見つける、渡り鳥たちに空は見えない、トンネルのはどこなのか、今風に逆らい進もうとしている、渡り鳥たちに地図なんてない、ひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している、青春の群像。ありがとうミラモール、ありがとう。レインボースターありがとう。都会の暮らし好きになれずに、あれから何度帰ろうとしただろう、記憶の底甘く苦い、疲れ果てても休めなくて無理した遠い日々、今になってわかることがある、季節は巡り旅は始まる、僕はどうしてゆくのだろう、この羽は自然に動いてしまうよ、季節は巡りたくましくなり、若さは道を切り開く、懐かしい思うのはふるさとを覚えている、夕焼けの美しさ。ありがとうミラモール、ペナントありがとう。行ったり来たりしてるのは飛び出した街と憧れた街、まだの景色は変わらない、投げる目中の件が終わった、大人になるっていうことは誰かになれることですか、不思議の映画でなくなって当たり前のように春が来る、心の羽羽ばたくこと、過ぎてく時感じないまま大人になるものか、僕たちは今どこにいるんだろう、渡り鳥たちに空は見えない、飛んでるのはどこなのか、今風に逆らい進もうとしている、渡り鳥たちに沈まってない、ひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している、青春の群像、夢見るか諦めるか、ありがとうヘクキラ、ミラモールもありがとう。まだ時間あるよね、きっとあるはず。
48分、ありがとう。まだある。急がなきゃいけないか。じゃあこちらで。悲しい出来事があると僕は一人で昼の街をただひたすら歩くんだ。背中丸めうつむいて行く当てなんかないのに、雑踏のその中をさまよう。聞こえ聞こえ違う見ず知らずの人よ、事情知らなくてもいいんだ。少しだけこの痛みを感じてくれないか。信号待つ間にちょっとだけ時間をいいかい。この気持ちがわかるはずだ。シンクロニシティ、きっと誰だって誰だってあるだろう。不意に気づいたら泣いてること言うなんて何も当たらずに涙がこぼれる。それはそばにいるそばにいる誰かのせい。言葉を交わしていなくても心が勝手に共鳴するんだ。愛を分け合ってハモれ。ハモれ。信じてないこの世の中も思ってるより愛に溢れてるよ。近づいてどうしたのと聞かれないけど、世界中の人が誰かのことを追いかべ。遠くの幸せ願うシンクロニシティ。だから一人では一人では負けそうな突然やってくる悲しみさえ一緒に泣く誰かがいて乗り越えられるんだ。ずっとお互いにお互いに思いやればいつしか心は一つになる。横断歩道で隣り合わせた他人同士でも偶然。抱え込んだ憂鬱とか胸の痛みも76億分の1になった気がする。きっと誰だって誰だってあるだろう。不意に気づいたら泣いてること言うなんて何も思い当たらずに涙がこぼれる。それはそばにいるそばにいる誰かのせい。言葉を交わしていなくても心が勝手に共鳴するんだ。愛を分け合ってハモれ。ハモれ。泣いてる人のために僕もどこかで何も気づかず外涙流した。初見さんありがとう。ちょうどいい時間帯ありがとう。ハートありがとう。
ンずっとしてたら曲がっちまった。ありがとう。朝だからさ声が出てないんだけど。Keep going。銀行員やめて。銀行員はちょっと超キティちゃん逆さまなの。これわざと。やばい、お腹すいた。きっと歌だってたやってあるだろう。何気づいたら チークもちろん今日はトーストでございます。お母さんがまた焼いてあげるって言ってるんですけど、ちょっと本当にもう心配。おはよう。よし、壇上でそろって読もうかな。多分もう57分ぐらい。わざと焦がしてくるの？いや本当にやめてほしい。まだ大丈夫だ。ゆっくり。あ、すいません。読みます。13位ともさんありがとうございます。12位まこちさんありがとうございます。11位りゅうまさんありがとうございます。10位いちおるさんありがとうございます。9位くますけさんありがとうございます。8位じんさんありがとうございます。7位ビッグラブ子さんありがとうございます。6位とっしーさんありがとうございます。5位めぐねさんありがとうございます。4位しゅうけいさんありがとうございます。3位お金持ち先生さんありがとうございます。2位しじゅうからさんありがとうございます。そして1位けいたさんとありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。お次は飛んで6時からん？合ってる気がする。6時から。いやあともう2時間ですね。やばい、終わっちゃいます。わー、じゃあ6時に待ってますよ。もう最後です。皆さん頑張りましょう。
バイバイ。バイバイ。お仕事頑張ろうね。